石組岩組は、石や岩を組んで構築すること及びその構築物。通常は、日本庭園に自然岩石を組み合わせて配置すること。また、その配置。石建て。石配りのことであるが、言葉としては、石像の建物や橋梁などの構造物。考古学で発掘された遺跡などの石組構造などでも使用される。無造作に据えられているように見える石にも、自然風景。 不老不死、善の世界など、様々な意味が込められていることがある。特殊な例も含まれているが、林学博士の上原刑事によると、石組には次のような組み方があるという。三つの石が据えられた様子が、阿弥陀三尊、薬師三尊などの仏像の安置形態に似ているため、三石組のことを三尊石組と表現することがある。必ずしも、 っつの姿を象徴したものではなく、二尊と三つ石をかけただけであるが、三という数は、デザイン上バランスが取りやすい数字でもあり、最も象徴性を持たせたい石を中心に据え、その左右に脇石を据えることによって安定した石組み表現が成立する。五、七の奇数の組み合わせもバランスが取りやすいため、多用されるが、それらの中心となるのはあくまでも三であり、三角の風景も、 これらの組み合わせを連続させることで表現されている。中国では、不老不死の仙人が住む宝の山、宝来島の伝説があり、そのを表現したのが宝来石組で、この表現がいつから日本庭園に定着したのかは定かではないが、明確な宝来石組が現れるのは鎌倉時代以降である。不老不死の宝来島は憧れの存在で、 主席となる宝来山の石は鋭い形の石が建てられるなど、近寄りがたい厳しい石組表現としている。鶴は千年、亀は万年の言葉通り、長生きの象徴として、鶴や亀の姿に似せて、石が組まれることがある。昆虫院の鶴亀の庭には、大きな鶴島があり、鶴の丸みを帯びた胴体を月山で表現し、羽石は三尊石組の形式になっており、 首を突き出して飛び立つ様を見事に表現している。同じくコンチインにある亀島は、亀の頭、足、亀甲、尾がすべて据えられている。全体に、低く、ゆったりと泳ぐ姿が表現され、上部には、老木の白芯が植えられ、不老不死の世界観を表している。園地や、流れなどの水際に組まれる石組は、五眼石組五眼石組ストーンショアエッチングという。 岸の崩れを防ぐのが本来の役割であるが、庭園の景色としても重要な役割を持つ。枯れ山水でも用いて、枯れ池や枯れ流れなど、象徴的な水面の境界を示す。アスカ系跡園地以降や、石上遺跡庭園以降に見られるようなアスカ時代の五眼石積みは、普通五眼石組とは呼ばない。連続的な岸石組は、とば宮庭園の田中戸の跡や平安京内の、 江戸時代初頭に築造された二条城、二の丸庭園は、色彩豊かな大石を用いた、豪壮華麗な、騎士石組で知られる。右に、大石石がある岩組風の水系アクアリウムでの、岩組スタイルは、自然スタイルの特定のサブタイプであり、岩組という用語自体は、日本の岩祖から来ており、石が主役を演じるレイアウトを指す。岩組様式では、それぞれの石は、 名前と特定の役割を持っている。岩石はアクアスケープの骨のある構造を提供し、典型的な幾何学的形状は3つの主要な石と1つの大きな石と2つの他の小さな石とのデザインを採用している。親石、または主石はタンクの中心からわずかにずれて配置されており、疎英石、または石を伴う副石など近接してグループ化され、 または二次潮位の位置に配置している。大石の非対称配置によって、主に決定されるディスプレイ焦点の位置は重要で、あると考えられ、ピタゴラスのチューニングを反映する比率に従っている。ありがとうございます。